これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー 2-1 ベアーズ相手陣46ヤードからファーストダウンで、8番だいぶフェイクオプションのキープ、ボールをデッドした方が先でしたのでゲインが認められ、約6ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-2 ベアーズセカンダウン5、ボールオン相手陣41ヤード。ランニバック10番、ハンドオフから左オフタックルを走り、約4ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-3 ベアーズ相手陣37ヤードからサードダウン残り1ヤード。ベアーズファーストダウン、ランニバック10番再びハンドオフから右オフタックルを走りファーストダウン獲得です。プレーナンバー 2-4 ベアーズ相手陣35ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、しかしこれは翔英がアジャストしほとんどゲインなし、キャリア45番。プレーナンバー 2-5 ベアーズ相手陣35ヤードからセカンドダウン10。ランニバック10番カウンタープレーの右オフタックルのランプレー、相手タックルすり抜けるように約8ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-6 ベアーズ相手陣28ヤードからサーダウン3、23ヤードに訂正します。パス不成功、クォーターバック8番タイトエンド89番のパスでしたがオーバースロー、フォースダウンに変わります。プレーナンバー 2-7 ベアーズ相手陣23ヤードからフォースダウン3、プレーを選択します。ギャンブル、ランニバック10番ハンドオフから右オフタックルを狙いましたがこれは翔英がストップ、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー、
プレーナンバー2の8、ショーエーファーストダウンテン、ボールオン自陣22ヤード。第2枠45番ハンドオフから右オープン展開、約2ヤードのゲイン。プレーナンバー2の9、ショーエー自陣24ヤードからセカンドダウン8。ショーエーファーストダウン、クォーターバック10番ハンドフェから左オープンへの展開ラン、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の10、ショーエー自陣33ヤードからファーストダウン10。不成功。クォーターバック10番プレイアクションからワイドレシーバー6番のパスでしたが、6番キャッチミス、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー2の11、ショーエー自陣33ヤードからセカンドダウン10。インターセプト。クォーターバック10番再びパスでしたが、このパスを取ったのはベアーズ10番。ベアーズ10番そのまま大きくリターンし攻撃権獲得です。ターンオーバー。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー2の12、ベアーズ相手陣7ヤードからセカンドファーストダウン2ゴール。左オフタックルのランプレー、キャリア24番、ゲインはほとんどなし。
プレーナンバー2-13ベアーズセカンドアンドゥーゴール残り5ヤード。パス不成功。クォーターバック8番エンドゾーンへのパス、ターゲット2番、しかし2番キャッチできず、サードダウンに変わります。プレーナンバー2-14ベアーズサードダウン2ゴール残り5ヤード。ここでホイッスル。ベアーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。ベアーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-14ベアーズサードアンドゥーゴール残り5ヤード。パス成功、タッチアウト。クォーターバック8番ワイドレシーバー82番へのパス、82番これをキャッチし、エンドゾーン飛び込みタッチダウン。クラブベアーズ6点獲得。プレーナンバー2-15クラブベアーズトライフォーポイント。キッカー82番キック成功、1点追加。クラブベアーズ7点、ショーエイブレイザーズ0点。プレーナンバー2-16クラブベアーズキックオフ。キッカー11番ショーエイリターン。このリターン力、昭栄陣45ヤード付近でボールデッド。リターナー85番。プレーナンバー2-17昭栄自陣47ヤードからファーストダウン点。
クォーターバック10番再びパスをベアーズ10番がインターセプト、攻守交代です。ターンオーバー、プレーナンバー 2-18 ベアーズファーストダウン10、ボールオン相手陣33ヤード、ランニバック45番スラントダイブの中央突破を図りましたが、ゲインは1ヤード。プレーナンバー 2-19 ベアーズ相手陣32ヤードからセカンドダウン9。ランニバック24番ハンドオフスイープで左オープンを狙いましたが、これはアジャストされ約3ヤードロス。プレーナンバー 2-20 ベアーズ相手陣36ヤードからサードダウン13。パス成功、クォーターバック8番ワイドレシーバー82番にパスを通し約10ヤードゲイン、しかしファーストダウンには至っておりません。フォースダウンとなります。プレーナンバー 2-21 ベアーズフォースダウン2、ボールオン相手陣25ヤード。プレーを選択します。ギャンブル、パス成功、ファースター、クォーターバック8番プレーアクションパス、このパスをジャンピングキャッチ、ファースター、ターゲット89番。プレーナンバー 2-22 ベアーズ相手陣14ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン、ランニバック24番クイックピッチを受け左オープン展開、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー 2-23 ベアーズファーストダウン2ゴール、残り1ヤード。中央へのランプレー、キャリア45番。しかしこのランによるゲインはなし、セカンドダウンに変わります。ここでホイッスル、ベアーズ前半2回目のタイムアウトを取りました。
ベアーズ前半2回目のタイムアウトを取りました。前半残り時間は37秒、プレーナンバー 2-24、 ベアーズセカンドダウン2ゴール、残り1ヤード。パス成功、タッチダウン。クォーターバック8番、右エンドゾーンへのコフィンコーナーへのフライパス、ターゲット82番、これをキャッチし、エンドゾーン飛び込み、タッチダウン。クラブベアーズ6点獲得。プレーナンバー 2-25、 トライ4ポイント。キッカー82番、キック成功、1点追加。クラブウェアーズ14点、ショーエイブレイザーズ0点。プレーナンバー 2-26、 ベアーズキックオフ、キッカー11番。スクイブキック、ショーエリターン。ナイスリターン。相手陣45ヤード付近でボールデッド。ここからの勝利の攻撃と変わります。前半残り時間は20秒。ここでボールをファンブルしておりました。先ほど翔英リターンは見事でしたが、この時にボールをファンブル、それを抑えたのはベアーズ、したがってベアーズの攻撃となります。ベアーズファーストダウン。プレーナンバー 2-27、 ベアーズファーストダウン10、ボールオン自陣43ヤード。前半残り時間は20秒。ここでホイッスル。イエローフラッグ、反則が発生しております。リレーオブザゲーム、オフェンスの反則です。制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜退し、ファーストダウンやり直しです。プレーナンバー 2-28、 ベアーズファーストダウン15、ボールオン自陣38ヤード。2ダウン、時計を回します。ここで前半の時間がなくなりました。
前半終了となりまして、クラブベアーズ14点、ショーエイブレザーズ0点、クラブベアーズリードで後半戦に移ります。